僕の名は奈良井博美。現在不自由なこの世界には血ヘドが出そうだ。毎日ダラダラと過ごし、誰にも怒られることもなくここまで来た。今日はそんな僕の一日の物語を見てほしい。いっそここから飛び降りられればどんなに楽だろうか。やっぱ落ちてねえな。よし、じゃあ。おい、そこのデブ、何やってんだよ、お前は。ミッドライアンまでやめろよ。お前は誰だよ。有名漫画家のピョコタン先生だよ。あ、知らねえよ、そんなやつ。まあいいから、ちょっと飲みに行くぞ。人の街で汚いことすんなよ。すいません、いいんですか。遅くなります。遅くなります。お前名前なんつうんだよ。ヒロミと言います。お前じゃ毎日どうやって暮らしてんだよ。まあなんとかぼちぼちやってますんで。そんななんとかじゃダメなんだよ。世の中金だろうが。いや、世の中金じゃ ないです。いや、でも僕には時間がありますんで。黙れ。世の中はな、金なんだよ。いつか人生で大当たりが来ないかな。なけなしの交通費500円を突っ込んで本気で泣いている時が一番生きている実感を感じ取れるんだ。そして負けて夕日を浴びて黄昏る。
3つ合わせね300円なんで、そうそう、もう一人の暗黒さんは自分で商売を始めた年下のくせに本当に腹が立つ男だ。ちょっとやめろ。